You're listening to Shibuya Cross FM。はい、ということでですね、今月も、渋谷クロス FM、はい、モンスターモンスターという番組でですね、業界のモンスターを召喚して、プロフェッショナルな流儀を聞いていこうということですね。今日は応援、そうなの、俺モンスター役なんですね。そうです、応援フェスの宝さんに、なんと応援やすしさんに来ていただいて、よろしくお願いします。おります。今日のテーマはですね、直撃角川伊藤直樹の頭の中ということで、これすごい、あの、繋がってるんですね。はい、今これクラブハウスもやってまして、クラブハウスでも人が聞いてくださってるような状態でございます。前これ置きっぱなしにされてた状況なんです。置きっぱなしで音声拾うみたいな、はい、あ、だから今例えばクラブハウスで話してくれたら、はい、あの、上から流れますよ。あ、呼べるってことっすね。呼べます、呼べます。すごっ。だからもしかしたら、じゃあ後半皆さん喋ってもらえるかもしれないんで、したら質問コーナー、質問コーナーみたいな、はい、いや、伊藤直樹の頭の中ということで、すごいんですよ皆さん。これね、分かってないかもしれないですけど、うん、伊藤さんの目の前にノートがたくさん置いてあるということで違いますよ、もう本当にこれ何なんなんですか。一応持ってきた。すごい、はい。これ、普段こういうメモとか取るんですか、やっぱり。そうです、メモ、気づいたことがあったらちょっとメモ取ったりとかして。はい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 、すごい。いや、なんかね、キャンパスノートの、これ何サイズって言うんですか。 B5? B5 サイズ、オレンジ色のやつ。皆さん、伊藤直樹愛好家の方にはたまんないんじゃないかと思うんですけど、このノート。そうそうそう、みんなありがとうございます。なんか愛好家まずそこに感謝したいなすごいですよね、はい、生きてることに感謝したいなと思って。いや、間違いないですよ、はい。あの、今渋谷クロス FM のホームページからはですね、あの、動画でこれを見れるので、もし、あの、ホームページから見れる方はね、ぜひ見ていただければと思いますけれども、うん、いや、これす、結構昔からメモとか取るタイプなんですか。メモ、メモマですね、メモマ。もう筆、なんかあれですよね、ルーズリーフの紙切れみたいなのもいつもこれも、あの、なんか切れっ端にメモしたやつをこう、はい、なんか残してあるみたいな感じ。はい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 、これって一冊用とかじゃないんですもんね。はい、もういろんなテーマの。そう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 、で、過去のノートとかも家にありますよ。はいはいはい。え、それ見返したりとかもするんですか。します、します。あ、そうなんだ。はい、して、なんか企画考えたりとか、キャッチコピーとか。そうですね、キャッチコピーとか考えたりとかしますね。メモアプリとか使わないんですか。メモアプリ結局使わないんですよね、最近。全部紙派なんすね。そうですね、クラブハウスやりすぎてちょっとメモアプリが使えないっていうクラハとかしてる時もメモ取ってるんですか。いや、あ、クラブハウスしてる時気になったことは、あの、自分の言葉に残しておくようにしてます。はい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 、すごいっすね、やっぱりクラハしながら。やっぱそうですよね、なんかたまに気持ち悪いんですよ。あの、忘れちゃう時あるじゃないですか。忘れる忘れる。あの、なんかすごいことを思いついたのに、うん、忘れる時のその怒りが、うんうん、多分人より激しく怒るんだと思うんですよそうなんだなぜあの時俺はメモしてなかったんだみたいな。なぜあの時俺はひらめいたことをメモしておかなかったんだっていう怒りが、多分その普通の人よりものすごい怒りが込み上げてきて、多分あの、本当ゴミ箱とか蹴り散らかすみたいなマジで怒りですね。来たくなかったですね、それは。なんでですか。いや、でもね、あります。なんかクラハとかで、まあ、今日とかもそうだと思いますけど、はい、なんか、あ、この言葉いい言葉だなとか、うん、なんか、あ、これツイッターに投稿したいなとか思っても、うん、後でやろうと思ったら絶対思い出せないですよね。そう、あの、人間の忘れるっていう機能なんとかならないですかね。いやー、マジでなんとかしてください、うん。いいですね、この頭の中、早速直撃頭の中ということでしたけど。あ、でも最近すごい、あの、ある本を読んで、はい、人間の機能拡張に挑戦するみたいなことが、まあ、ある種のテーマであったんですね、うんうん。で、例えば、そのハンター×ハンターっていう漫画があるんですけど、うんうんうん、その念能力だったり、うん、あとは、そうですね、あの、ジョジョって知ってます、はい、ジョジョのスタンドみたいな、ああいう世界観が僕、うん、多分10年以内ぐらいに、うん、で出てくると思います。なるほど、未来予測。は
はい、それからその人間の機能拡張といって多分その人の能力とか潜在能力みたいな、うんうんうん、特殊能力みたいなものを、うん、多分どういった形か分かんないんですけど例えば脳にブレイン、うん、BIM BMI みたいなブレインインターフェイスマシーンみたいなのがあって、はい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 、脳に直接、うん、そのアンテナとかを差し込んでいく時代が来るみたいな。へー怖で例えば脳にその、ねインターフェイスこう接続して、うんうん、そのスタンドとか念能力みたいなものをこう具現化できるみたいな装置ができたら、うん、おそらく多分この辺にもう肩の上とかに、うんスタンドが乗ってたりとかする世界が来るんじゃないかなと思っていて、あんま興味なかったっすか、ね、あんま刺さってないっすあんま刺さってはいないですけどそれ好きなんですかむしろそうそう僕が好きか、はい、あ僕は好きだから話してるんですけどいや俺全然興味ないから、はい、みんな聞いてくださいあの応援やすしさんは全くこの話が刺さってなくて鼻くそほじりながら聞くっていうやめてくださいよそういうの本当に、ね、何のために開催してるのかっていういや、そういうの好きなんですか SF みたいなそういうの好きなんですか聞き方があるじゃないですか話す最近なんか気になったことありますかって聞いといてですよはいはいいやなんかあんまり興味なかったなと思って、はい、いやでもそういうじゃあいいですよやすしさんがじゃあ刺さる話しましょうよ、はい、じゃあ今伊藤さんが一押しの本は何ですか？あ、本作ってるやつ。あ、本、うん、本はね作ってないんですよ。作ってないんですか？仕事してくださいよ。いやもうほらマネージメントになったので。はい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 、はいはい、マネージメントを頑張っております。あ、そういうことですか？はい、なので皆さんがこうどうすれば成長するしていただけるかとか、うんうんうん、皆さんがこうどうすれば、うんあの売れる本を作ってくださるかみたいなことを研究しております。なるほど。いやなんかちょっと相談したくて今日は。あ、はい。いいですか。はい。やすしの相談コーナー早速入っていいですか。はい。いやなんか最近タイトル全然違うじゃん。大丈夫。結果伊藤直樹の頭の中喋ることになるから。あ、やすしの相談コーナーだとしても。そこから引き出していこうと思って。うん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 、いや最近あの出版プロデュースをしてほしいという。ああ高田さんのところに。はい。依頼が来て、はい、もしかして俺そういうことできんのかなみたいな。あ、であれですかコンサルフィーとして200万とか取り戻してやめてくださいよそういうわけじゃないですけど、いやなんかそうそう本の企画考えてコンセプト考えて企画書作って、はい、えぐやめてくださいよやめてください。本当そうすると思われちゃうから。そうですね。そう違いますよ、はい、ということを依頼されて、はい、いやワンチャンできんじゃないのかなみたいな、うん、こと思ったんですけど、うん、あやすしさんがね。そうそうそう、はい、世の中の出版コンサルの人っているじゃないですか、うん、ああいう人ってなんかどういう価値があるんですか。別に編集しだから例えば誰か著者の卵みたいな人がいて発掘して、うん、なんかいい感じにタイトルとか分かんない企画書作って、うん、それで編集者とつなげれたら、うん、出版コンサルの価値なんですかそれは。最近ねそれずっと僕考えてたんですよ。はい、僕がやろうかなと思って僕が200万取ってやろうかなと。え、あなたがやるの200万？ちょっとやめてくださいよ。はい、え、3ヶ月で200万取ってやりましょう、はい、じゃあそれを私じゃあ人集めますやりましょういや嘘です嘘です。でも本当しあの考えていたことがあって、はい、それって出版である必要性がもうないなと思ったんですよ時代が。そんなこと言っちゃうんですか。あ、そう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 本当にこれ、はい、で最近提唱してる理論があって、はい、聖書理論って呼んでるんですけど。聖書理論、はい、聖書ってやすしさんご存知ですか。あれキリスト教のやつとか。あ、さすがに聖書は知ってる。知ってますよやめてくださいよ。やすしさんさすがに聖書は。いやいや、なんならバイブルですからね俺。え、聖書がバイブル。え、マジで言ってんすか。え、ちょっと嘘ですけどバイブルが聖書なんですか。いや、ごめんなさい、読んだことないです。嘘つきました、はい。どうでもいいところで嘘つきますよね、はい、でそう聖書理論って呼んでる理論が、うん、あ最近僕の中で発見されたんですけど、はいはいはい、聖書って世界で一番読まれてる本って言われてるんですね、うん、でこれなんでかっていうと、うん、キリスト、僕多分その時代にちょっとタイムスリップして戻ってみたんですね、うんうんうん、頭の中ではいはいはい、じゃキリストが
マンツーマンで個人コンサルしとるわけですよ。はい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 、はい、君こうした方がいいよみたいな、なんか悩める人たちがいて、そうそうそう、キリスト様みたいな、君これあれやみたいな、もう仕事辞めて起業した方がええよみたいな、うんうん、なるほどね、まあ、まず隣人愛しなさいよみたいな、そう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 、はいはいはい、でこう世界平和を目指すために世界とし、うん、世界のみんなで世界平和を目指すためにキリストが、うんうん、君仕事を辞めた方がいいと、うんうん、パン屋やった方がいいみたいな感じで多分個人コンサルして、はい、でキリストさんすげえみたいな、世の中の人たちがやっぱキリストさんの個人コンサルすげえぜつってこうみんなこう来るわけじゃないですか、ボボボボっと、うん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 、でまあ最初はうまく回せてたと思うんですけど、うん、そのうちまあ時間も余裕もなくなってきて、うん、で講演とかやり始めたと思うんですね、うんうんうん、キリスト世界平和セミナーみたいな、うんうんうん、でそれもまた大盛況で、うん、もうどん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 そのうねりがすごくなっていって、うんうん、で、ある時やっぱりキリストさんの時間がもう足らなすぎると、はいはいはい、もう個人コンサルもセミナーもやめるわみたいな、うん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 、ってなった時に、うん、周りからこう渇望されて、うん、はいはいはい、いや先生みたいな、キリストの教えを一冊の本にしてくださいみたいな、なるほどね、ってなった時に、はい、まあ、やるかと、なるほど、まあ、書くかと、はいはいはい、で書かれたのが聖書なわけですね。なるほどね。だからこれ何が言いたいかっていうと、うんうん、聖書をキリストが最初に聖書を作っていたらおそらく売れてないわけですよ。なるほど、最初からキリストが聖書を書いたわけじゃないんだ。はい、だから最初からキリストがやっぱ印税目的で聖書をね、うんうん、やらしい気持ちで書いたとか、キリストがですよ、はいはいはい、ワイはその世界平和を目指すんやっていうことでブランディングとして聖書を作ってたら間違いなく読まれてないし売れてないわけですよ。なるほどね。そうだから、うん、タイミングを間違えないでくださいっていうのがその一点と、はいはいはい、何が伝えたかっていうと本じゃなくてキリストのその教えが、うんうんうん、教えの方がどうなってるかって方が大事だし、うん、中身がね、そう、それをどうみんなに伝えてどうみんなが反響してるか、うんうんうん、その共感をしてるかうねりを起こしてるかっていう方が実は大事なんじゃないかなと思っていて、うんうん、なるほど。でまさに今の時代、まあ、昔はねやっぱ個人でメディアを持つっていうのはすごい難しかったので、うん、はいはいはい、SNS もなければやっぱインターネットもね、うん、アナログ時代のピーピー言うてたわけですよでも今はね一人一台スマホで、うん、まあ、Twitter アカウント、インスタアカウント、クラブハウスのアカウント、うん、YouTube もやろうと思えばできますし、うん、そういった時に、うん、別に本である必要ないんじゃないかなって思い始めたんですね。だから出版プロデューサーっていう風に名乗るんではなくて、うんうん、まあ、あとそのね、やすしさんの例で言うと出版をプロデュースしてくださいっていう風に来た場合、うんうん、いやいいですよと、うんうん、その代わり私は出版をプロデュースはできませんと、おキリストの教えをプロデュースすることはできますとキリストプロデュースそうです、ね、その人のコンテンツ、はい、本質の、うん、その人の本質を見抜き、うん、とか得意能力を見抜き、うん、それを、どういう形でプログラム化していくか、なるほど、まあ、キリストの教えを作っていくかっていうところが一番の肝であると思ってるんですね。確かに確かに。であとはそのプログラムができたら、うん、活動の方法までプロデュースしてあげるわけですね。じゃあ、うんうん、できましたと、うん、で高田さんが見て、うん、いやまだ全然これキリストの教えに対して、はいはいはい、キリストの教えがレベル100だとしたらこんなもんレベルまだ3ぐらいですよみたいなっていう形でバシバシこうコンテンツを叩いていき、なるほど、で最強のプログラムを作っていくっていう、うんうん、でそこで肝になってくるのが、はい、多分もうね01からやる人って大変だと思うんですけど、でも01も全然作れるんですけど、まあ、ある程度なんかコンサルとかセミナーとかやられてる、まあ、講師の方々とかがやっぱ本を出したいっておっしゃる方多いじゃないですか。そういう方の場合ってもうある程度人数を教えてるから誰に対してもなんかうまくいくアドバイスって自分の中にストックってあると思うんですね。ノウハウがもう蓄積されてるってことですね、はい、経験として。だからこれ、うん、ここは結構ミソで誰でもうまくいく再現性の高いメソッドや方法やマインドセットっていうのを
あの書き留めといていただきたいというか、あのもう一度引っ張り出してほしい。はいはいはい、でそれ引っ張り出すじゃないですか、50項目とか100項目こうやるとうまくいくんだみたいな、さっきの、はいはい、まあね、安井さんの例で言うと、うん、まあ、キリストの教えの中の隣人を愛せよみたいな、みんな隣人愛し始めたらめちゃくちゃ人生うまくいきますみたいな、そういう形のメソッドとかアドバイスを100個くらい抽出して、でそれを抽出できたら次どのような順番でやれば一番うまく最短最速で結果が出るかっていうことを考えていただくわけですね。なるほどなるほど。そうすると大体そのこの順番っていうのは結構肝で、例えばなんだろう、キリストの教えで言うと、まあ、あのじゃあ、命を大切にしてくださいって教えがあったとするじゃないですか、うんうんうん、で隣人を愛してくださいって教えがあったとするじゃないですか、うん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 、命を大切にしてくださいが後だと、なんか命を大切にする前に隣人大切にしちゃったら、ね、うんうんうん、多分順番ってもうあのてんやわんやしてるじゃないですか。結構この順番っていうのが大事で、まあ、100個ぐらいメソッド抽出したら、うん、塊にまず分けてほしいんですね、うんうんうん、これはグルーピングで大体、A グループ B グループ C グループ D グループみたいな、うん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 、でグループ名つけてもらって、マインドセットだったり、うん、まあ、なんていうんですか、心を強くするだったり、実際お金を稼ぐだったり、うん、人間関係良くするとか、うんうんうん、まあ、グルーピングしていただいて、うん、そのグルーピングした、5つぐらいとか6つぐらいのグループをどの順番でやるとうまくいくかっていうのを並び替えるっていうイメージです。なるほど、できる気がする、はい、そうすると大体5ステップとか6ステップとか7ステップぐらいに落ち着くんですね。はい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 、でそれを、一度提出していただく。なるほど、そこまで来るともうコンなんですか、出版の準備整った感があるんですか。出版ではありません。まだ出版じゃないの。プログラム作成です。なるほど、まずはってこと。やすしの教えです。なるほどね。そうだから、そこを出版をゴールにしてはいけないってことです、うん、なるほど。出版ゴールにしたら、さっきほど言ってたキリストがですよ、うん、わしが世界平和のためにブランディングのために聖書書くんやって言って書いてたら間違いなく広がってないわけです。なるほどね。なのでそこを徹底的にこうまずはマインドセットしていくっていう。で、そのプログラムができましたと、安井さんと、うんうん、そうなった後、じゃあセミナーやってみようかと、はいはいはい、でその7ステップ5ステップないし7ステップのセミナーを開くわけですね、はい、まあ、個人コンサルでもいいです、はいはいはい、で、そうすると何が起きるかっていうと、あれと、うん、これまでやってきたものと意外 と、うん、お客さんセミナーとか聞いてくださってる方と意外とズレがあるなみたいな、うん、俺これいけるって思ってたメソッド全然刺さってないみたいな。なるほどね。ことがあるんですね。あまり成果が出なかったりとか、そう成果が出なかったとかっていうので、うん、まあ、半年ぐらいかけて、うん、まあ ね、そこは長ければ長いほどいいんですけど、まあ、回数が多ければ多いほどいいんですけど、 PDCA を回してほしいってことですね。プラン Do CA みたいな、うんうん、でそうするとそのプログラムがブラッシュアップされていくわけですね。そうすると、究極のヤスシの教えに近づいていくわけです。だからキリストもですよ、ややもすれば最初適当なこと言ってたわけですよ。確かに確かに。あれこれ刺さんなくねみたいな友達作ろうみたいなこと言ってたかもしれないですもんね、はい、あれこれ刺さんなくねみたいな感じで思ってて、うんうんうん、じゃあ他に刺さんねえかなみたいな感じで多分。なるほど。でそれがだんだん体系化されていって、うん、キリストの教えになっていたと思うんですね、うんうんうん、刺さんないものは削除みたいな。なるほど。か、まあ、刺さるようにちょっと形を変えるとか、うんうんうん、その、ワークのやり方を変えるとか。でこれ必ず、入れてほしいのはやっぱワークとかを入れてほしいって感じですね。でその人が、最短最速で、そのやすしさんがいない状態でも人生が変わるプログラムにしてほしいってことです、うん、なるほど。だから俺がまず毎回毎回教えるんじゃなくて、はい、例えばそのワークブックみたいな直木ノートがあるだけで、はい、それをこう埋めていくとなんか変化が起きるみたいな。あ、そうそうそう、そういうワークとか、まあ、あと最初はね、あのPDCA を回すときはやすしさんがいていただいてもいいんですけども、うん、
こういうのをやめてほしいってことですね、はいはいはい、例えばその生年月日がわからない と、うん、もうそもそもできないプログラムですみたいな、要はその生年月日を鑑定して、うん、その、例えばその生まれた日を見て、うん、あなたはこういうタイプだからこうやった方がいいですよっていうことは絶対にやめてくださいってことですね、うん、え、そうなの、はい、それをやっちゃうと本にできないからです、うん、なるほどね、本にできないし、こう大事なのは、うん、やすしさんがいない状態でもその人が変われるかってことなんですよ。はい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 、え、例えば分かんないけど、じゃあなんか本にした時にね、はい、1月1日生まれの人みたいなページがあってそれぞれ解説すればいいとか、はい、そういう問題じゃないんですか。そういう問題ではありません。あ、そうなんだ。し、それそういう本は売れないんですよ、これまでに、まあ、そうなんや、まあ、ざっくりですよ、例えば4つのタイプに人が分かれてますみたいな感じでちょっとチェック項目があって、はいはいはい、あなたはじゃあどのタイプみたいな、そのぐらいだったらいいです、はいはいはい、内向外向みたいなね、そうそうそう、うんうんうん、で私内向ですみたいな、ただこうそれの4つのタイプだったとしても、うん、そんな簡単に書いたとしても関係ねえタイプ読まなくねって話です確かに確かに、とか私に何のメリットがあるんですか。なるほど、ね、まあね、その例えば職場の周りの人が何タイプですかというふうに聞いてやってくださいって書いてありますけど、うんうん、そんなね職場の友達にちょっとこのアンケートやってよとかっていう人を見たことなくないですか。はい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 確かにね確かにね、あなた何タイプみたいなね、はい、確かに、まあ、動物占いぐらいですよね、とか血液型とかね、血液型ぐらいなんで結局やらないわけですよ、はいはい、なので、はい、そういうのは極力ない形でパーソナライズしないでほしいって感じですね。パーソナライズしない、じゃあワークショップを入れ込むと、はい、あ、誰でもうまくいくそのワークだったりメソッドだったりをとにかく抽出しまくり、どの順番でやるかっていうのを考えて、まあ、どの順番でやれば一番効果が出るかっていうのを考えていただき、それを、PDCA を回して、最強のプログラムを作ってくださいと、でもここまで来たらそう本でしょって思うじゃないですかまだです。嘘嘘で、そこで、はい、広げていくわけですよ、はい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 、だからその本を出すことがゴールじゃなくて、ね、じゃあやすしさんだとしますよ、仮にやすしさんが本を出したいという話だとしますけど、やすしさんの目的、人生の目的は本を出すことなんですかと、まあ、違いますね。違いますよね、はい、本出すのは、まあ、あくまで通過点といいますか手段ですよね、うん、だからその目的と手段を履き違えないでいただきたいということを私は声を大にしてお伝えしたいわけです、うんうん、なるほど、皆さん聞いてますか。いや俺もうめっちゃメモしてますからね。そうだからよかった。 あとその、はい、まあ、ちょっとねお伝えし忘れてたんですけど、一番大事なことを、はい、プログラムを作る前にまずビジョンとミッションを設定してほしいということです、うん、なるほど。やすしさんが、うんうん、どういう世の中を作っていきたいか、はい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 、どういう社会を作っていきたいか、まあ、自分がどうありたいかでもいいと思うんですよ、うんうん、もうめちゃくちゃ金持ちになっても、うん、めちゃくちゃ年収1億円稼ぎてみたいなのでもいいと思うんですよ。そうなった時にどういうプログラムになる作るかって話なんですけど。なるほどね。いやいいですね。はい、じゃあ最強メソッド、じゃあまずワークショップとか作るじゃないですか。コンテンツできました、最強メソッドできました、はい、でじゃあそれをじゃあ例えば SNS でこう書いていこうとか、はい、分かんないですけどいろいろ、まあ、セミナーをたくさんの人にやっていこうとかね、はい、無料で動画作ってやっていこうとか、はい、広めるじゃないですか、はい、今だみたいな、出版今だみたいなタイミングなんかあるんですか。それは出版社から声がかかった時です。あ、なるほど。自ら動かないの、企画書書いて。はい、自ら動いてはいけません。そうなの、はい、自ら動いちゃいけなかったんですね、はい、あれですよ、はい、仮にじゃあこれ釣りで例えとしますよ、はい、あんが美味しそうな餌があるなと、はい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 、はい、食いった釣られてしまうわけですよ、はい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 、どっち側に立ちたいですかと釣られる人間になりたいのか釣る側になりたいのか。なるほどね。そっか、だから僕らは餌を撒いてですよ、うん、出版社の編集者がパクと食いついてくる方を選びたいわけじゃないですか。確かに確かに。そうだから釣って釣ってとか言ってちゃダメなんですね。まあね、それケースバイケースですけど、僕はきっとその
木が熟すとかタイミングっていう点においても、はいはいはい、あとその世の中の流れという点においてもおそらく向こうから来ていただくっていう方が流れがスムースに動くんじゃないかなと。なるほど。ただなんかねやらしくない範囲で例えば編集者の方と知り合いになって、はいはいはい、ちょっと今こんな活動をしてるんです、はいはいはい、だからその本を出したいですってことを言わないってことが鍵です。なるほど、ね、なるほど。本出したいとか言っちゃダメなんですか。はい、私は世界平和のために毎日食パンの耳だけ食べておりますっていう形で編集者がいる会食の席とかですね、自分の活動、うん、え伊藤さん、うん、なんで食パンの耳だけ食べてるんですかと毎日そんな細々とみたいなそうですね、私が食パンの耳を食べると世界が平和になると思い込んでいるからですっていう形でこいつやべえなって思わせるわけです よね。確かに確かに。そこに対して本を出したいということを一言も言わないわけです、はいはいはい、そうするとなんかこいつやべえからとりあえずなんか、うん、やばい人がやっぱ好きなんですよ。好きというかやばい人とこう付き合いたいみたいなところがやっぱあるわけですね、編集者気質として、うんうん、まあ、コレクションしておきたいみたいな、つな、うんうん、がっておきたいみたいな、うんうんうん、だからそれでとりあえずつながっておいて、うん、でそのね活動を見てるわけじゃないですか、うんうんうん、編集者が。そうですね、こいつマジで毎日パンの耳食べてんのかよみたいなそしたらなんかインスタ開けてみたらすげえこれなんか合コンばっかやってんじゃんみたいなことになるわけですよそしたら逆に合コンでパンの耳食べてるってことが分かるわけじゃないですか、どんどん深掘ってったら、うんうんうん、そしたらまたさらに興味が湧くわけじゃないですか。なるほどね。でなんかどうやらこの活動、うん、まあ、今の例え悪かったらちょっとやめます、やめちゃう、パンの耳やめちゃう、はい、社会貢献のために本当になんかこういう世界平和のために頑張ってるみたいな活動されてて、うんうんうん、その編集者が見た時にやっぱ、うん、SNS ですごいいい発信してるなとか、うんうんうん、YouTube でめちゃくちゃいい動画出してると、うんうんうん、でどうやらセミナー、うん、もう大盛況らしいと、世界平和セミナーがと、うんうんうん、じゃあちょっと一回行ってみるかというか、うんうんうん、だからそこで差し込むわけですね、うんうん、ちょっとよかったセミナー、パンの耳セミナー遊びに来ませんか、なるほどね、こういうコンテンツあるんですけどみたいな、まあそうですね、はいはい、こういうことやってるんですけど、うん、もしそのビジョン、私のビジョンとミッションに共感してくださるのであれば、うんうんうん、まあ、もし一回遊びに来てくださいよみたいな、なるほど、まあ、面白いんでみたいな、なるほど、まあ、一緒にね、あのちょっとわちゃわちゃしましょうよぐらいの感じで、そこに来た時に初めてやっぱこれは本にできると思わされるわけです。なるほど、再現性があるなとね。そうです、それでそれを本にしたいというふうに思った編集者が多分自然と、なるほど、本出しませんかっていう形で来てくれるっていう、うんうんうん、なるほどね。いやこれちなみになんですけど、はい、出版コンサルって世の中にいるじゃないですか、はい、あの人たちはでもやっぱ価値はあるんですよね、きっと。あります、きっとそれなんでですか。あ、だからその出版をゴールにしてない人は価値があるんだと思います。はい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 、だからその人の本当にコンテンツとかプログラムを開発するのを手伝ってあげたり、はい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 、はい、コンテンツプロデューサーみたいな感じだよね、はい、例えばだからそのあのエリエスっていう、あのもうなくなっちゃったんですけど、あのブックマラソンっていうあの、はい、メルマガやってドイエイジさんっていう人が、はい、ね、うん、例えばじゃあこんまりさんのときめきの片付けをこう多分そのドイさんのなんか出版塾みたいなところに来たらしいんですよ、うんうんうん、その時に君はこれだみたいな形で言って伝えてたのが、やっぱり5年後とか10年後花咲いてネットフリックスとかに出るわけじゃないですか、うんうん、すごいですよね。だからそういうことです。だから出版がゴールじゃないんですよ。確かに、その先の展開がね。そう、この前やすしさんと一緒にやったじゃないですか、はい、土井さんと。面白かったですね。めちゃくちゃいいこと言ってて、うん、なんつうか、あの、だから僕は別にそのなんか本を作りたいわけじゃなくて、その人の才能が死んでいくのがもったいなくてやってるみたいな。だからその感じです。うーん、だから出版プロデューサーじゃなくてなんか違う名乗り方をした方がいいと思います。なるほど。だから別に YouTube で才能が花開く人もいるかもしれないし、なるほどね、Instagram の投稿で花開く人もいるかもしれないし、うん、TikTok で花開くかもしれないし、だからそれを見極めてあげるのも、うん、そのね、なんかそのプロデューサーの仕事なわけですよ。間違いない。じゃあちょっと俺才能応援プロデューサーとかにしようかな。はい、またちょっとまた刺さってなさそうな、そうそうそう何でも応援入れてくんなと思って
いやなんか逆に入れなきゃダメなのかなみたいな思ってたんですけど、安さん何でも応援入れてくるなみたいな。いやでもいますよね、クラブハウスとか見てても思いません？なんか面白そうな人いるなとか。そうそう、だから才能の塊みたいな人いるんですよ。いますよね。あ、なんか僕その関西ジャングル最前線っていうクラブがあるんですけど、関西なんですか。もうその名前のセンスやばくないですか。ジャングル最前線なのに関西なんだみたいなね、はい、関西ジャングル最前線なんやねんって話なわけですよ。確かに。もうでもそのもうネーミングセンスからもうめちゃくちゃやっぱセンスを感じさせるわけですよ。なるほど。そのクラブをやっている、まあ、コウスケさんって人がいるんですけど、うん、僕はその人とねクラブハウスで初めて知り合ったんですけど、うん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 、めちゃくちゃ天才がいるなと思って、あれなんですよ、10人ぐらい部屋やってたんですよ、はいはいはい、で9人ボケで1人コウスケさんが突っ込むっていう、はい、9人に対してクラブハウスの音声だけでまあ ちゃうやろ、まあ、なんやねんなんやねんみたいな感じで9人に対して均一に突っ込んでるわけですよ。しかもその突っ込みがですよ、うんうんうん、めちゃくちゃ面白いわけですよ、うんうんうん、とあとその絶妙のタイミング、なんかもう浜田ダウンタウンの浜田さんなんかよりも全然いいツッコミをしてるわけですよ。すごい。もう気になる。みんなググってんじゃない。そうそう、だからそのみんなググってね、はい、関西ジャングル最前線コウスケでググっていただくと浜田って出てくるかもしれないんで、浜田の息子かって出てくるかもしれないんで、うまい、はい、いいですね。いやまあそういう感じで、だからそういうね出会いというか才能と出会った時にやっぱその才能をどうやって開花させたいかっていう。なるほど。例えばそういう人だったら別にそのセミナーとかやってないじゃないですか、はい、きっと、うん、多分突っ込みまくってるだけですよね。そういう人でも本、そのセミナーとかコンテンツじゃなくても本にはしていけるんですか。いやだからそのもう言ってるじゃないですか、本がゴールじゃないですよ。そっか。その人が、世の中に出ることで何かが変わるってことがゴールなんですよ、うん、なるほどね。コウスケさんが世の中例えば出た時に、うん、なんて言えばいいですかね、やっぱ世の中で俺のボケをめちゃくちゃさばけるツッコミがいないって言って本気で悩んでる、はいはいはい、はいはいはい、例えばピースの又吉さんみたいな人いるかもしれないじゃないですか。俺すげえボケの才能あるんやけどなみたいな、なんか小説書くの上手くなってしもうてなみたいな、そういう人がいた時にコウスケさんが例えばですよ、 TikTok でじゃあ100人に突っ込みますみたいな TikTok を出したとして、それをそのね未来 そのボケスーパーボケエースの人が見た時に相方こいつしかおらへんみたいな、そしたらなんかそれはある意味世界が平和になるというか、そこでまあねその10年後のダウンタウンが結成されたましたみたいな秘話みたいな。でもしくはあれですよね、だから私もあんな人みたいにこうツッコミ力高くしたいみたいな。そう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 、なんか日本人総ツッコミ時代みたいな、うん、そうそうですよ。そういう、そうですよ、本が出てくるかもしれないとかね。そうそう、本じゃないです。本はあくまでも手段なんです。キリストが世界平和を達成するための手段なんです、うんうん、だからなるほど、コウスケさんが日本一のツッコミになるための手段です、はいはいはい、いやなんかね、じゃあだいぶ分かってきましたよ。要はそうやって、はい、才能、いや私もね才能開花させたいんですよ。本当埋もれてる人というか、もっと輝きたい人とか、うん、世界に対してより良い影響を与えたい人ってすごいいっぱいいる、はい、いて、います、います。例えばなんかラジオとかも出たいですみたいな感じでね、うんうん、なんかラジオプロデューサーですみたいな、皆さんのこう強みとか専門性を教えてくださいみたいな部屋とかしたら、うんうん、みんな結構来るんですよ。ああ、やすしさんがですね。そう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 、はい、そうやってその権力を振りかざして、やめてください、実際でそこから来てもらってとかって、それってやらしい話ですね。やらしくないですよ。なんかね、なんかそういうラジオ出させてやっからちょめ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 みたいな、ちょめちょめがあったらいいですけどね、それはね。それはそれはそれでいいですけど、はい、それはそれでいいんです。それはそれで別にいいですけど、何が言いたいかというと、はい、で出版とかもそうだと思ってて、いや本出したいなとか、うん、ラジオ出たいな、はい、メディア出たいなみたいな、はい、とか才能をそういう溢れる人がなんかこうステップを踏んでいけるよう な、うん、なんかそういうお手伝いって応援ってできるんじゃないかなと思っていて。できますよ、大事ですよ、ね、うん、今の世の中ってどういう場が足りてないと思いますか。なんか何がコンテンツにできる人が少ないんですか、ね、あ、でもあとそのやっぱり
挑戦する場が足りてないと思います。寄せてないですか、応援フェスに寄せてないですかそれ。え、どういうことですか。いや、我々挑戦する場を増やしていきたいと思って活動してるんで、はい、いや挑戦する場が少ないと。やすしさんみたいな人がやっぱもっと世の中に出ていただくといいなとは思います。あとやっぱりそのね、なんかこう失敗を、一回失敗したらダメだみたいな文化はね、ちょっともうセンスねないですし、時代遅れだなと思っていて、はい、何回失敗してもいいじゃんみたいな、はい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 、ね、10回失敗して11回目成功して、それがね、Facebook 作ったみたいなことだったら、もう帳消しなわけじゃないですか、手前の10回の失敗は。なんかね、最近読んだ本に結構そういうの書かれていて、うん、その日本の起業家の人が育たない理由が、うん、そういう土壌があるって言っていて、なるほど、ね、そのね、3回ぐらい失敗したらもう自分は起業家向いてないんじゃないか、うん、とか、やっぱだからその、うん、なんだっけな、サマ、あの君の熱に投資しようみたいな本を、はい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 、本ありますね、はい、アンリさんっていう方が書かれてる本を読んで最近、うんうん、めちゃくちゃすごいなと思って、どうしだ才能発掘のためにお金を入れてるんですよ。で、ある天才が、うん、起業をして、うん、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか失敗し、まあ、売ったか失敗したかなんかして、あ、失敗したんですね、うんうんうん、で燃え尽きて、うん、でなんかそのちょっと田舎の方に引っ込んで、うんうんうん、ずっと出てこなかったらしいです、うんうんうん、部屋の中に閉じこもって、はい、漫画と映画、はいはいはい、しかも見ない生活、うんうん、でイチジクを食う生活みたいな、そこはその人に会ってみたいなと思ったんですよ。だからイチジクしか食わないみたいな、しか食わない、食わなくなって、パンの耳レベルな感じですね。そうそうそう、はい、それで引きこもってた人がいたんですけど、はい、その人にアンリさんはもうずっと、いや 声をかけてたわけじゃないですけど、そいつが、うん、戻ってきたら、うんうんうん、起業家のフィールドに戻ってきたら、うん、ノータイムで3億入れるって回だったんですよ、うん、やば、すごくないですか。すごい才能って、やっぱそれだけ人を魅了するわけですよ。かっこいいその言葉。そうそう、だからなんかそういうね感じでね、みんなきっと才能があると思うので、で才能多分ね隠してる人とかもいるんですよ。それはちなみになんか若いからとかそういうのは関係ないのかな。いや関係なくて、そのなんか描くセンスがすごかったらしいですね。そのあとやっぱりそのなんていうんですかね、まあ普通じゃない感じだったんです、うんうんうん、今まで見てきた人とは違うな、異質なものがあって、うんうんうん、そうだからそのね、ややもすれば異質性とか、そのやっぱりなんていうんですかね、その才能とか特殊能力っていうのは、うん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 、まあ、こういう日本の文化とか土壌において、うんうん、やっぱりみんな右向け右っていうところに反してしまうというか、それを出してしまうと、うんうんうん、右向け右ができなくなってしまうから生きづらくなってしまうんじゃないかってことで、きっとね隠してるというか、それをこうね出さずに生活してる人とかもいると思うんですよね。確かに。そういう人をやすしさんがこれからね全国回って発掘しますみたいな、はい、発掘したい、そういう人、そういう人大好き。なんかさ、はい、こんな面白い人いるんだみたいな人たまにいますよね。そうです。だからそのみんなもね、もう出した方がいいですもん。確かに、自分をもうありのままの自分を出した方がいいです、うん、それでもうね、あのなんかあいつ気に入らねって言われたらもう友達やめればいいじゃないですか、うん、間違いない、間違いない、はい、そんなの友達いらないですし、はい、まあね、やすしさんが友達になってくれる、なりますよ、才能出す人大好き、やすしさんがノータイムでやっぱ1億ぶち込んでくれるっていう、やめてください、俺にぶち込んでって感じですね、うん、はい。才能発掘するから俺にぶち込んでる。あ、じゃあそう、それをじゃあ、はい、あのね、確かに、その大坪さんにお願いしよう、出資者の人に出資者というかいやでもそのアンリさんの本読んでやっぱめっ、はい、そういう時代が来るなと思っていて、ちなみに出版社はどうやってその才能発掘してるんですか、うん、あ、だからある意味出版も投資なんですよ。あ、そっか、その4なんか1冊作るのに多分400万円ぐらいかかってるって言われてるんですね、はいはいはい、人件費とか原価もろもろ含めて、はいはいはい、だから出版社はその、まあ、アンリさんみたいな投資家
とは違いますけど、うん、その一冊その本が売れるということに対して、うん、その熱に対して400万投資して回収できるかっていう、うん、なるほどね。だってあれですもんね、なんか5000部とか分かんないけど、はい、それぐらい売れないと赤字みたいな感じ。いや本当にそうです、多分7割ぐらい売れないと赤字なんじゃないですか。5割、まあ、そう5割でトントンだ、マイナスぐらいなんじゃないですか。はい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 、はい、結構リスキーな商売ですよねでもそれでも成り立ってるってことは結構売れてるってことですか。いやだから成り立ってないから今なんか厳しいわけじゃないですか。厳しいっていうか成り立ってないんだ。いや成り立ってないですよ。なるほどね。だからもうぶっちゃけちゃいますけど、だから点数勝負になっちゃったんですよ。うん、点数勝負。あ、たくさん作ることってことですか。たくさん作ってごまかそうみたいな、その紛れ込まそうみたいな。それ何が起きたかっていうと、うん、一番良くないことが起きたわけですよ。なんですか。環境破壊ですか。環境破壊もそうですよだしその読者ファーストなのに、うんうんうん、読者の人がどの本読んだらいいか分かんないぐらい本が出るっておかしくないですか。なるほどね。確かに。まあ、あとだからその似たような焼き直しみたいな本が出るわけですよ。出さなあかんねんみたいな、急遽は出さなあかんねんみたいな、もうなるほど、お金ないから出さなあかんねんみたいな。なるほど。な、似たような本ばっか出ちゃうわけですよ。それはどうですか、伊藤さんの今後のビジョンとしては。まあ、僕もね似たような本を出す側の人間だったんですがいやいやいや、だったんですが、はい、こっから先は。いや最近それをねずっと考えていて、はいはいはい、結果ちょっと怖くて出せなくなった本がもう怖くて出せねえよってお辞儀ついてるじゃないですか。結果おじけづくっていう方向に行きました。やめてくださいよ。もうね、伊藤さんの怖くて怖くて本が出せない。カリスマブランディングが、いやもうね、怖くて地に落ちました。怖くて本が出せませんって。怖くてもう毎日ブルブル震えてるわけですよ。なるほど。なるほどな。もうね、私が作った本なんて二番煎じなんじゃないか、どうせみたいな。いやいやいや、ブル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 震えてるわけですよ、家で。なるほど。なるほどな。家のベッドで一人で、いやいやいや、クラハ聞きながらみたいな。そうです、クラハクラハに現実逃避してるわけですよブルブル震えてる震えをね、いやいやいや、止めるために。でもそのおかげでね、関西ジャングル最前線と出会えたということで。そうですね、関西ジャングル最前線という奇跡に出会えたっていうのがね本当にあの感謝しかない。あとそのコンビニ子さんっていう、はい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 、人が、まあ、クラブハウスで話しているのを聞いて、うん、それもすごかったですね、やっぱ。こんな才能ある人いるんだみたいな。コンビニ子さんなんか一回聞いたことあるの、伊藤さんと話してた時かな。そうです、僕がもうコンビニ子さんを激推ししてるので、本出してる人なんですか。で実際そのコンビニ子さんが一人語りしてる回があったんですよ、はいはいはい、急にボッて始めて、うん、もう気になってる人はだからそのベルマークオールウェイズにするじゃないですか、うんうんうん、あ、ニコさんなんか部屋やってるみたいな、うん、で行ったらなんか一人語り始めてて、うん、その一人語りがもうまためちゃくちゃすごくて、もう泣きそう、もう泣いてましたね、若干泣いてて、なんか別に頑張んなくていいんじゃねえかなみたいな。なるほどね。ことをなんか言ってて、はい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 、そのなんか頑張る、俺はなんか頑張るってことはなんか一瞬頑張るみたいな、うんうんうん、一瞬頑張って9割頑張らないみたいな。それツイッターとかでファンがいる人なんですか。コンビニ子さんはなんか YouTuber でもうなんかすごい登録者数がいっぱいいる人、でも顔出しとか一切してなくて、ツイッターも結構人気で。なるほど。なんかね、そうコンビニ子さんがやってるミニアクってっていう、うんうん、なんかその紙を燃やして、うん、なんかそのおまじない、はいはいはい、おまじないというかなんかそういうのがあるんですよ、はいはいはい、民薬って調べて、民薬か民薬かって調べていただくと出てくるんですけど、うん、そこの言葉の選び方がまあセンスがあるわけですよ。でこの人絶対こうこの才能を僕は文章にしたいと思って、はい、ちょっとオファーをさせていただいていて、ただね、ニコさんは返信くれないんで嘘ですけど、まあね、あのそうそう、お忙しい方なのでね。まあまあまあ、じゃあすぐなるかどうかは別として、まあ、今後はじゃあもっと有名になる人なんじゃないかってことですね。まあ、有名というか、僕はそのニコさんの言葉の選び方にものすごい才能を感じた、うんうん、へー、
っていう形で、なんかこの人の本作りたいって、なるほど、久しぶりに思いましたね。なるほど。でも売れるか分かんないです正直。でももう、うん、ここには投資したいなということですよね。いいやってもう売れなくてもいいやっていやでもそうやって直感的に思えるって素敵な話ですよね。うん、だからね、この人素敵って、そう、そういう風に思ってしまったわけですね。うんうんうん、全然すみません、なんか出版プロデュースの話じゃなくなっちゃったんですけども。いや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 、すごい。でも私の方向性が見えてきました。あ、よ、見えてきました。よかった。才能応援プロデューサーとして。そうだから逆に、まあそのね、あの高田さんみたいな、その出版プロデュースしてくださいっていうのも、はい、言う人をどうするかっていうのも一つあると思いますけど、やすしさんが見て、うん、こいつやべえんじゃないかみたいな才能を逆にやすしさんがプロデュースしてあげるっていうのも、僕なんかそっちの方が熱量高くていいんじゃないかなと思って。なるほどね。こいつらやばい面白い人リストみたいな。はい。で一人一人こう会っていって、どうも応援ですみたいな。応援ですね。なるほど。どうも応援やすしですって言ってピンポンするわけですよ。なるほどね。はい、応援させてくださいみたいな、はい、マンションに行って急になんかこうピンポンってなって出たら、なんか応援やすしが立っていって、なるほど、応援させてくださいって来るっていう。素晴らしい。講座作りませんかみたいな、はい、俺結構ね才能あるんですよね。自分でのもあれですけど。え、何の才能ですか？講座作れるでしょ。あ、はいはいはい。多分ワークショップも作れるんですよ。うん、だからあとコンセプトとかがちゃんと作れたら、うん、いや結構いけると思うんだよな。え、じゃあいけるじゃないですか。はい、やりましょうよ。やりましょう。じゃあまず200万円で募集するところからやりますか。え、お金取るんですか？あ、まあまあまあ、それはね、お最初の話に、まあね、お金取りますよね。そう、やっぱお金がないと、やっぱ我々金ですからね、やっぱね、全ては。いや、我々に一緒にしないでもらいます。やすしさんはお金かもしれないですけど、僕はお金じゃないですよ。いやいやいや、お金じゃないですよやっぱり、うん、いや、なるほどな。まあでもお金って大事ですよね。大事、ある程度は大事、うん、そうそうそう、やっぱり。でもね、聞いてくださいよ。はい、あのクラブハウスやってるじゃないですか、はい、沼みたいにやってるんですけど、まだ私は、はい、朝もやってるし、うん、夜もやってるんですけど、昨日ね、一昨日かな、うん、昨日かな、スポンサーになってくださいっていう、やすしさんのところに、はい、私がいろんな人の応援をするんで。 DM が来たんですか？いやいやいや、私がなってくださいっていう投稿をしたんです。はいはいはい、やすしさんがみんなに対してお金くれって言ったってことですね。そうそう、まあ、ざっくり言うと、そう、私いろんな人を応援していくんで、はい、応援、そんな私の応援をしてくださいみたいな、うん、クラブハウスだけで飯を食いたいですみたいな。あ、無邪気に無邪気にいろんな人を応援するだけで飯が食えるようになりたいですみたいな、はい、投稿したらですね、はい、いや、なってもいいよっていう人たちが何人か出てきて、はい、だから俺クラブハウスで飯を食う、初の男になる、そう、初の男になることを今目標に動いてるんですけど。え、それどういう仕組みなんですか？ただお金をやすしさんに払うっていう感じなんですか？はい、そうです。リターンは特にないんですか？リターンは、いや、ちょっとそこ悩んでて、うん、昨日言われたのは、そうそうね、堀内さんに見てくださってる、昨日言われたのはね、うん、リターン考えた瞬間に、なんかあなたはその人の応援を受け取らないことになるみたいな、ギブアンドテイクの関係にしちゃってるみたいなことをおっしゃっていただいて、うん、いや確かになみたいな、うん、なんかやっぱりリターンありきで考えてたんですけど、うん、まあ、リターンないパターンもありかなみたいな。そう、それね、最近僕も思ってて、はい、リターンない、うん、スポンサーとか応援がまさに本当の応援だなと思って、うんうん、ね、例えばですよ、まあ、やらしい話、うん、まあ、僕パチンコとかやらないんですけど、うん、パチンコ行って1万円使うぐらいだったら、うん、やすしさんに1万円使おうみたいな、うんうんうん、それって応援じゃないですか。応援、リターンのない、そう、そう、だから人間って絶対そういうね、なんかその必要ではないものにお金を使ってる場合があるんですよ。じゃあ例えばね、毎日お昼ご飯マクドナルドでチーズバーガー、ダブルチーズバーガーセット2つ頼んでた人がいたとしたら、はいはいはい、ね、もうこのままもう医者からはもう余命宣告を受け、このままダブルチーズバーガーセット食ったらもう死ぬよ、2個食ったらって1個にしなさいみたいな、ね、1個にしなさいって言われた時に、はいはいはい、って気づくわけですよ。確かに、
じゃあ1個我慢して、はい、その分高田さんに振り込もうみたいな、応援しようみたいな、ね、そういう、ね、ちょっとした生活で不要なものを誰かに捧げるみたいな、僕はそれがねこう現代の祈りなんじゃないかと。現代の祈り、いやいいですねこれもうあと30秒ぐらいでこの番組終わってしまうんですが、です、ね、はい、いやでもよかったですね、現代の祈りをですねちょっと広げていきたいなっていうのが、はいはい、急にねなんかもう時間ねえから終わるぞみたいなということで、ね、そうまた引き続きです ね伊藤さんとも、やすさん僕に時間を見せないようにしてました。いや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 、そんなことないですよまたちょっとぜひなんかいろんな才能を発掘していきましょうよ。いや本当にぜひぜひ、そうで開花していきましょう、うん、ダブルチーズバーガーセット毎日2個食ってる人はね、はい、1個にしましょう。そう食ってる場合あったら、うん、2個食ってる場合あったら安井さんに祈りとして、祈りとして安井さんじゃなくてもいいっすね、はい、ということでね、いやすごい伊藤さんの頭の中をすごい楽しく覗けた1時間50分でございました。ありがとうございました。いや、はい、ご視聴いただいて皆さんありがとうございます。またぜひでいろんな発信をしていければと思いますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。それでは本日は以上です。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。